禁止カードをヒスグロで使おう。第2回は侵入警報になります。本家鏡割りの危機時期とのコンボが有名ですが、残念ながら未実装ですし、そもそも色が合わないですね。一応この辺りで無限トークンまではできるんですが、揃いも揃って青じゃないですね。これらに近いことができる青含みの統率者といえば史跡議長バニファールですね。はい、召喚酔いが解けた上で火種となる他のクリーチャーも必要ですが、一度動き出せばライブラリーにサーチ先がある限りクリーチャーを出し続けられます。本体以外にトークンを生成する連中を経由して頭数を水増ししつつ、最後はビヒモスでバフしてフィニッシュですね。まあ結局速攻がつかないので動き出したターン中には決まらないのですが、そこは3室積んだタイムワープとか各種打ち消しとかでなんとか乗り切りましょう。デッキ全体はこんな感じです。火種が必要な都合上、マナファクトは秘技の印鑑のみでランパンは不採用。代わりに大量のマナクリでマナ加速を行います。それから侵入警報を引けなかったらどうするかという話ですが、サンマナ息に大量に積まれたアンタッパーたちでご利用します。これらのうち一つでもあればターンをまたいで4回バニファールを起動できるので、4マナの火種を用意できていればぴったりビヒモスまでたどり着きます。2、3、4マナにはそれぞれ ETB アンタッパーを入れてますから、何を火種にしたとしても必ず4マナの火種を用意できるという仕掛けです。パーツを引いてしまった時は山札に戻すなりすだしするなりして頑張りましょう。一応ビヒモス以外は角マナ息2枚以上は採用されていますし、5マナには風の騎兵を仕込んでいるのでビヒモスを引いた場合もこれで戻せます。それでは対戦に入ります。お相手の統率者は2点一流一心。こちらは土地2枚がどちらもタップインとはなりますが、マナクリ2枚に洗い落としは絶好の初手、キープしましょう。戦術で3枚目の土地も見えて一安心ですね。マナはあっても殴り手が足りないという状況が起こりうるデッキですから、エルドレインの森で追加された2色ミシュランは貴重な追加戦力です。ここでドローは強引な妖精者。3枚目の土地を出せば2マナで出せますが、緑ダブルを出そうとすると洗い落としが構えられなくなりますね。次はちょうど3マナ目で一心が出てくるターン。ここは丁寧に構えていきましょう。しかしお相手も露骨な構えに突っ込んでくることはなく、洗い落としをかわしつつ綺麗にマナを使い切って横展開してきます。このままケアされ続けて殴り倒されそうでしたが、ここで4枚目の土地を確保。これなら次のターンに洗い落とし雪上を構えながらバニファールが出せますね。盤面とは関係ないですが、最近のアリーナやたらと重くないですか？特にサーチするときとかカクカクになるんですよね。お相手はこのターンも一心は出さず、勝利した冒険者を出してきます。もしかしなくても一定以上のレベルの人には洗い落としって意味ないのでは。まあそれでも3マナ払えば普通の打ち消しとして使えるのは助かるんですが、ということで打ち消しを構えながら史跡議長バニファール、すかさず運命的不在が飛んできますが問題なく洗い落とし。これで次のターンから一点攻勢としたかったのですが、2枚目の除去もありましたか。まあ統率者勢も含めて即リキャストできるだけのマナはあるのですが、3枚目の除去があったら泣けるというのと、単純に殴り倒されそうというのと、いろいろと不安が絶えない状況ではありますね。まあそれでもバニファールがいないと何もできないデッキですから、除去がないことを祈りつつバックアップなしでぶっぱしましょう。除去来るな、除去来るな、除去じゃないけど、これまずいのでは。2回追加コストを支払って全体にプラス2プラス2修正。22打点のマストブロックが飛んできました。二段攻撃を持つファイレクシアのドラゴンエンジンを止めてギリ耐えますが、ライフは残り2点、絶体絶命の状況です。ですがようやくバニファールがアクティブになり、手札には通路の監視者、さらに実質タイムワープとなる一つの指輪とアールンドの典型。これはありますよ、大逆転勝利。まずは楽園のドルイドをサクってハイラックス等の石膏をサーチ、 ETB 能力でバニファールをアンタップ、再度能力を起動可能にします。そのまま石膏をサクって今度は水羽の海馬をサーチ、これも同じ能力を持つのでまたバニファールがアンタップ。
海馬を探って先駆のゴーレムをサーチして、そしたら今度は手札から通路の監視者をプレイ。これでまたまたバニファールがアンタップされるので、ゴーレムを探って荒々しい密語をサーチ。期待の新人ですね。このターンのバニファールの起動は打ち止めですが、一つの指輪とアールンドの典型で2回ターンを稼げます。これでぴったりフィヒモスまでたどり着ける計算ですね。最悪密語本体が除去されても手札から吠える巨人を出して探れば大丈夫。バニファールが除去されたらグッドゲームですね。お相手は満を持して2点1流一進を出してきますが、3枚目の除去は引けなかった様子。これでバニファールは生きて帰ってきますね。一進の常在型能力によって攻撃誘発がド派手なことになっていますが、バニファールが除去されないなら何も問題ないです。メタンカッター。それでは先ほどの続きを。三つ子の本体を探って女王スズメバチをサーチ。ビヒモスまであと一手としつつ、いちいち飛行摂取トークンを4体生成。そしてアールンドの典型で追加ターンを得ます。ここでは攻撃はせず、一旦ターンを終わらせてから追加ターン。アンタップしたバニファールで女王を探って、お待たせしました、皇帝のビヒモス。相関相関。ここで投了。対戦ありがとうございました。今回はマナクリ1枚にタイムワープが2枚の初手。防御札はないですが、攻めっ気にあふれた面白い初手です。お相手の統率者渡るの盲信者ラディック。初めて見る統率者ですが、能力的にも騎士をどんどん並べてくる感じのようです。こちらはやっとマナクリを1体出すところですが、お相手はあっという間に3体並べてきて騎士アブロの様相。こちらも一応次にバニファールグッパはできるのですが、戦術で見えたのは英雄的介入。これで安全にバニファールが出せそうです。マナクリ追加と典型予言で力を貯めましょう。しかしお相手もヘデリンを追加。人間のイメージが強いですが、そういえば騎士でもありましたね。あっという間に詰めろをかけられてしまいましたが、こちらも負けじとバニファール、英雄的介入のバックアップ付きです。即座に飛んできた運命的不在に対応して英雄的介入。破壊不能となったバニファールでエーデリンの攻撃を受け止めます。さてあとは7マナ目が引けましたので、ターンを返さずに決められますね。今回のルートではまず3マナのアンタッパーを確保します。バイオードルイドを探って両病院のヨレスをサーチ。そうしたらアールンドの典型を唱えて一旦このターンは終わります。すると次のターンからは1ターンに2回ずつバニファールを起動できますから、 ETB アンタッパーをリレーして4マナの火種を確保。そこから足掛け2ターン、4回の能力起動でビヒモスまでたどり着きますね。追加1ターン目は荒々しい三つ子まで出したら終わり。時間のねじれを唱えて追加2ターン目を獲得します。鳥さんは殴ってもよかったですが、時間短縮のため殴らず。そして追加2ターン目、ビヒモスでフィニッシュするのはいいんですが、2戦続けて侵入警報が姿すら見せないのですが、キーカードが引けなくても戦えて偉いけど、動画的には偉くないということで、バニファールさん次こそ頼みましたよ。対戦ありがとうございました。ついに来ました、侵入警報。土地が若干不安要素ですが、そんなのは誤差ですよ、誤差。お相手の統率者はファイアソングとサンスピーカー。火力で回復して、回復で火力を飛ばす感じですか。これ絶滅の星ぶっ放したらすごく楽しそうですね。それはさておき、マナクリを展開。お相手が出した遠心の決闘者はエルドレインの森からの新顔ですね。6マナと重い統率者の代わりに序盤の回復を担うのでしょうか。早速マナクリを焼きつつ2点回復。さすがにタミヨウの補完は温存ですね。しかしこのままちまちまと焼かれていくと自利品です。早く土地を伸ばしてバニファールを着地させたいですが、2ターン続けて土地詰まり。いくら侵入警報があるとはいえ、土地にキープは甘えでしたか。そろそろ土地をください。グエー。一応ヨレスで土地を越せばバニファールは出せますが、タミヨウの補完を構えられない状況では出したくないですね。ここは侵入警報を先に出しておきますか。これならバニファールが出るときにヨレスがアンタップするので、万が一マナスク継続したとしてもタミヨウの補完を構えられます。もし青土地を引ければカンスケも構えられるので、ヨレスへの除去は弾きましょう。
ですが、お相手はファイアソングとサンスピーカーをキャスト、ヨレスが生還しますね。そして弾かなくてもなんとかなる時になってようやく土地を引くという、まあありがたく出させてもらいますがね。オートタップだとヨレスを立たせちゃうので、手動でマナを出してバニファール2枚のバックアップ付きでのご登場です。早速夜をテラスが飛んできますが、単体除去ならタミヨルの補完で2マナ立ってたので、スタック運命的不在とか言われたらグッドゲームでしたが、連の決意でフルタップ。さあ祭りの始まりです。侵入警報が出ている状態なら何を連れてきてもバニファールがアンタップ。そしてトークンをサクっても1マナ生物をサーチできるので、 ETB で生成されるトークンをフル活用すればほぼ全ての生物を出し尽くせます。まあ時間の問題もあるのでさすがにそこまではやらないですが、一応7マナ生物を2種類どちらも出すところまではやりますか。軽量全体火力の2連打をケアするなら片方だけに留めておく方が良さそうですが、40戦目にしてようやく侵入警報が活躍したのが嬉しくて、実質1枚コンボといえば簡単そうなのですが、一筋縄ではいかないですね。さて展開はこの辺りで打ち止めとしましょう。大軍退治が飛んできますが、対抗呪文で打ち消して、ここで投了。対戦ありがとうございました。メタンカッター、今回の戦績はこちらです。ほとんどアラームできなかった割には勝ち越せてるのですが、バニファールが思った以上にポテンシャルを持っていたという感じですね。マナクリが先駆のゴーレムやら荒々しい三つ子に化けるだけでも十分強いです。ちなみに初期アンダともっとドロソーを目で積極的に侵入警報を探してたのですが、マナクリは足りないわ、バニファールは守れないわで散々でした。勝てるデッキとコンセプトの両立って難しいものですね。ご視聴ありがとうございました。